東北海道にある弟子屈町、大自然が広がり、摩周湖や屈斜路湖、硫黄山など日本を代表する観光地を有します。今日は私たちの生活を根幹から支えている一つの企業を紹介します。有限会社丸高産業の村岡卓です。今年の、4月に、社長に就任しました。町内のゴミ収集 と、収容の汲み取り、町内の農家さんの家畜の牛の運搬ですね、それとあと、ダンプで、農作物の運搬で、その他にあと、空いてる時に解体業とか主に、やってます。いわゆる本当にきつい、汚い、危険、産経労働って言われてるんですけど、でもこういう仕事っていうのは必ずどこの地域でも誰かがやらないといけない仕事で、なくてはならない仕事なので、そういうところに僕は誇りと責任を持って取り組んでますね。はい。中古車トラック1台の運送業から始まった丸高産業、今では弟子屈町民の生活に欠かせない存在に。そうですね、やっぱりみんな現場が大好きで、体を動かしたり汗を流すことがやっぱり好きな人が集まってて、でかつやっぱり華々しい仕事ではないんですけれど、やっぱりそういうところに誇りを持っている従業員はやっぱ多いですね。はい。元は違うところでダンプの運転手やってて、して丸高さん同じようなで、今はもうオールラウンドになってもやってます。ゴミとか信用とか環境のやっぱり仕事が多いんで、やっぱり絶対になくならない仕事を押さえてるんで、しっかりやっていけば、そんなには、はい、崩れないんでないかなとは思ってますけど。喋るの好きな人も多いし、真面目な人も多いし、ちょっとね、怒りっぽい人もいるけども、やっぱりうまく調和が取れてると思います、うちの会社は。はい。町民の声聞いても、ありがとうとか、汲み取り行っても全然おじちゃんおばちゃんもありがとうって言ってくれるんですよね。やっぱりそれ嬉しいですから、もっと頑張ろうと思います。町で今丸高産業はこれなくてはならない会社でないかな。他の人にやれたらやれるだろうけど、一からやるってことは難しいんじゃないかな。長年先代である父の背中を追い続けた中で、去年父から引き継いだ会社の歴史と責任。いざ本当に就任して、やっぱり父親の、よく喧嘩とかもしたんですけれど、ぶつかったりもしたんですけど、今就任して身をもって父親の偉大さは分かりますね。はい。代替わりとともに丸高産業はまた一歩新たな時代を歩み始めています。前の社長の代と今の社長の代と長いんですけど、体制自体はいい方向に変わってます、完全に。コミュニケーションとか取れてますか？やっぱり若い人いると我々も年寄りも若くなるっていいんじゃない？若い人の方がやっぱり考えちゃうのは、違うよね。それはそれでついていかないと。やっぱり弟子屈町の僕たちは本当に裏方というか、地域を支える仕事をしているので、この町を好きな人をやっぱりどんな方でもいいので、女性でも男性でも高齢者でも若い方でも、うちは協調性を持っている方であれば全くどんな人でも待ってますんで、さらに弟子屈から高校卒業して出て行った方々もいると思うんですけれど、そういう人たちが帰ってこれる
場所になればなってとても思ってます、はい、元気はつらつ丸高産業バラバラ元気はつらつ丸高産業